どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は皆さんこの本の発売日です。簡単ウクレレソングブック5とうとう今日がですね正式な発売日なんですよ。まあでもね、あの今ねちょっと物流のね、まあ革命があってですね、あのもうとっくに届いてる方もいるよとか、まだ届く様子ないよということで、ちょっといろいろな事情があってですね、皆さんもあのお手元に予約していただいた方の中でも差があると思うんですけど、一応正式にはですね本日発売になっております。皆さんこの本めちゃくちゃいい本になってますので、ご活用くださいませ。100曲入りです。まああの詳細をね概要欄に貼っとくんですけど、こんだけのボリュームの曲が入ってるわけですよ。でね、今回ね、ちょっとね、厚みがね、厚いんですね。今回ちょっとね、あとページ2枚にわたる楽譜っていうのがちょっと増えてましてですね、かなりボリュームもアップしてます。ぜひ皆さんこの本、チェックよろしくお願いします。そしてですね、今日はですね、この本の、正しい使い方みたいなのをちょっとレクチャーしようと思うんですけど、まあご存知の方もいるかもしれないんですけど、あ、ちなみにこの本のね、出版記念、誰でも参加できる無料イベントが、あの、この日程で7月23日も博多すぐですよ。今度の日曜日ですからね、開催されるんですけど、そこでは課題曲になってる、この曲は課題曲になってます。スピッツの魔法の言葉と、あいみょんの、愛の花と、サザンのミスブランニューデーと、ガズレレソングをセッションしようぜということでご案内させていただいてるんですけれども、例えばこの本、今ね、言った曲はね、このオレンジ色のね、ソングブック5にみんな入ってる曲なんですよ。で、見てください。これ魔法の言葉という楽譜。ガズさんのこのね、ページ見てみると、見て。はい。かっこいいバージョンをこうやって書き込むんです、皆さん。知ってました？こうやって使っていくんですよ。自分でやりたいかっこいいバージョンのものを、ここに記入していって、自分だけの本に、この一冊を育てるわけです、皆さん。ガズレレ YouTube 見てもらって、これを、ここのかっこいいってバージョンをぜひ取り組んでみたいなと思ったら、どんどん書き込んでいく。そして自分だけの一冊に、仕上げていくわけですよ。だからこんな風に余白もいっぱいあって、書き込みやすくなってますからね。書き込みやすくなってんですよ。見やすい楽譜なんです。これがまた音符が一個もないですから、相変わらず色ペンとかこういうカラーペンを使ってですね、ここが大事だよとか、歌のメロディーラインとか書き込んでいくのもおすすめでございます。そんな風にして使っていきます。ということで、ガズはこの今回、まず博多のね課題曲が今発表されてますけど、この曲を見たセッションしてると、まあ他にもいっぱいありますけど、こういう100曲もあるからね、この本見ながらみんなでね、セッションしようよということで、博多の HMV でやろうと思うんですけれども、そんな感じでちょっと気になる曲があるときはですね、どんどん書いていくのが正しいこの本の使い方ですからね。はい、そしてこのねシリーズ、みんなで歌おう簡単ウクレレシリーズもですね、リッドミュージック社さんから出てるのですね、多分ですけども18万部を超えたんじゃないか、リッドさんのこのシリーズだけでですよ。なんでまあまあそんだけのね皆さんご支持をいただいているということで、もう本当にねこれはねすごい、あの、ユースフルな本っていうんでしょうか。めちゃくちゃご活用いただける本だと思います。で、この入ってる曲のね、なんていうのかな、もう偏ってないんですよ。あらゆる音楽性があるんで、逆に自分が知らない曲をここでトライしてみるっていうのもいいと思いますね。もちろん、皆さんご存知でしょうけど、完全に全部 YouTube のレッスン動画と連動してますからね。そこがこの革新的なとこですから、はい。すべてのページのこの QR コードをたどると、そのレッスン動画の YouTube のページに飛びますから、ということでございます。はい、本日はね、このソングブック5の発売日でございますんで、もう嬉しいじゃないですか。みんな、ご活用してくださいね。はい、そしてこのイベント、皆さん、来てね、誰でも参加できる無料イベントだから、ウクレレ持ってきてよ。で、大セッションしていきましょう。はい、7月23日16時から、博多の HMV&BOOKS、8月8日火曜日、平日ですけど、夏休み中ですからね、夜の19時、夜7時からですね、渋谷の HMV&BOOKS で、誰でも参加できる無料イベント、ガズレレと一緒にセッションして、この本の、楽しもうぜというイベント。お見逃しなく。さあ、そんなわけで、夏ですね。皆さん熱中症気をつけてね。とはいえ、やっぱり夏ですからね。まあ、夏といえばウクレレがやっぱりフィットしますよ。汗をかきながら、あの、こう、爽やかな風に吹かれながら、こう、暑い中、こう、大好きな曲を奏でるこの豊かさ。皆さん、どんどんやっていきましょう。よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。